バカでっかいカニは。これは宝玉によって力を与えられたもののようです。たく、そういうのは先に言っとけ。大丈夫でしょうかクレーズさん。行くぞ。頑張ります。ダメだって言っても相手は待っちゃくれないみたいだな。おい、心配するな。そういう時のために俺を雇ったんだろ。なんとかなったな。ありがとうございますクレンスさん。別に、それが俺の仕事だからな。それでもです、本当にありがとうございます。さっさとその宝玉とやらを手に入れて町に戻るぞ。ここで行き止まりか。結局宝玉なんかどこにもなかったな。なんだこの石碑は。ずいぶん古ぼけてるが、誰かの墓か何かか。クレイズさん、すみませんが少し待っていてもらえますか。なんだちびすけ、どうするつもりだよ。すみません、ちょっとだけ精神を集中させてください。レネ、レネ、マルク、アルシソルナムス、時の回廊よ、開きなさい。できました。どうもありがとうございました。おう、おしゃぶり探しってわけじゃなかったな。
かな。その宝玉は一体何だ。お前みたいなちびすけがどうしてそんなものを集める。お前一体何者なんだ。それはこの宝玉をすべて集めるとこの国のどこかにある水の神殿に入ることができるようになります。水の神殿だって。はい、いつしか長い時の流れの中で人々に忘れ去られてしまった。でもこの世界の根本に関わる重要な神殿です。理由は明かせません。でも私は宝玉をすべて集めてその神殿に行かなければならないんです。どうしても。肝心なことは秘密ってわけか。すみません。でも信じてください、クレイズさん。私は決してこの宝玉を悪用しようなんて思っていません。決して。ま、いいとしよう。どうせ俺は金で雇われたに過ぎないからな。話す話さないはお前の自由だ。仕事として受けたからにはお前を信じる信じないは無関係だからな。さあ、用が済んだんならとっとと町へ戻るぞ。こんなところで野宿なんかごめんだからな。はい、今日はありがとうございました、クレイズさん。私が守ります。マグナス、よし、お疲れ様です。
来ます。やった、よかった。ハッ！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 ハッ
行くぞ。頑張ります。よし。明日も早いんだ。とっとと宿屋に戻って寝るぞ。ガキがいつまでも起きているとろくなことがないからな。はい、分かった。宿の人には先にお金を渡してあるので、言えば部屋に通してもらえるはずです。クレイズさんの部屋と私の部屋、きちん当たり前だあ、ただあまり私にも余裕があるわけではないので、必要な時以外に泊まる時はお金がかかっちゃいますけど無駄に泊まるんなら自分で払えってことか。随分とケチな仕事だな。すみません。冗談に決まってるだろ。俺だって素人じゃない。依頼人に無駄に金を使わせるようなことはしないさほら、行くぞ。
やれやれ、ガキの重りは疲れるぜ。で、明日からはどうする？ちび、はい、次は幻惑の泉を探そうと思っています。幻惑の泉だった？あ、場所ならわかります。タリムの森の北東にあるんですよね。薬草も取れるし、とっても綺麗な場所だって傭兵ギルドの人が言ってましたよ。あの、クレイズさん。ん？なんだ？今日は本当にありがとうございました。クレイズさんに守ってもらってすっごく安心でした。クレイズさんって口は悪いけど本当は優しいんですね。ガキのくせにおべっかなんか使うな。俺は金のためにやってるだけだ。ガキは大嫌いだって言ってあるだろうが。はい、明日も早いんだぜ。ちびすけはとっとと寝ろ。はーい、おやすみなさい、クレイスさん。よし！お疲れ様です。
泉、すごく綺麗ですよ。うるせえ。ここは似ているんだ。プレースさん、嫌なことを思い出させる場所だ。さっさと行くぞ。嫌なこと、こんなに綺麗なのに。何してるチビスケ、早く来い。はい、すみません。私が守ります。やった、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 やった。
よし、よかった。私が守ります。ダッヤッダッヤッダッヤッダ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 ッ。よし、はぁ、